神谷、おばさん、アムアムワールド、アムアム、はい、水曜日ということで、はい、ダイエット講座、よいしょ。我々アムアムワールド、はい、3人いまして、3人が100キロ超えのメンバーだったんですけども、はい、半年でなんと20キロ以上のダイエットをしまして、激痩せイケメン集団としてやってます。女子高生に大人気の今、YouTuber としてやっております。はい、3人で70キロぐらい落としたね。そうね、成人男性1人分脂肪が落ちてるというか、はい、体重が落ちてるということで、はい、怖いよね3人いて、うん、3人でもう1人分落ちてるの。1人が出来上がるの。1人いたんだもんねむしろそう、むしろ1人いたの。それが怖いよね。怖いのよ。いたっていう。そう、5人組だったんだよ。私4人組でやってるんですけど、5人組でした。5人組だったね。はい、ということでね、1人脱退しまして、はい、今4人組でやってるんですけども、はい、やっぱり痩せたじゃん。結構頑張って痩せました、ね、専門知識とか、はい、というよりももう本当実際痩せた事実とか、今まで調べた知識とかを皆さんにもね共有していったりとか、私たちも調べて、はい、もっともっとねこうダイエット前向きに頑張ってる人たちも痩せれるよっていう、はい、皆さんに伝えたいという、実体験でね。実体験ですか、これは。はい、実体験チャンネルということでやらせていただいてるので、はい、合ってる合ってないとかじゃないのに、ね、こうして痩せたっていうのがそうですね、一応結果20キロは痩せましたっていう。今回、はい、まあ基本的に私がね結構ダイエットマニアと称されてる。そう、もともともやっぱダイエット論っていうかね、そう、風船おじさん風船おじさんだったから、うん、結構膨らんだりみたいな他のね2人ももう自分たち流でこう痩せていけばいいんじゃないかなっていうので痩せてるわけで、はい、今回ちょっと私じゃなくて、はい、スタミナの、はい、ダイエットはねどんな感じだったのとか。僕はやっぱおばさんからしたら全然素人っすよ。いや、まあ専門的な部分がないってだけで、うんうん、実際痩せてるか、最初何キロだったの。僕105キロです。巨漢です。そうですね、もう言います、デブでした全員ですけど105キロはもうデブですね。デブだよね。もうどんな身長でもデブなんじゃないかっていう、うん、身長180センチ180です、はい、あるって35歳、はい、82、3だと。82、3ってことはもう約22、はい、3キロ落ちてる。そうしてます。はい、からこれはでも本当実体験でどういう感じだったのか聞きたいよね、はい、本当に。はい、人生で一番太ってたじゃん、あの時。そうだね、105がピーク。人一でしょ。人一だったわけよ。今日一みたいなこと一みたい、人生一。そうですね、実際105キロから82、3キロの22、3キロのダイエットしてどうだった、痩せた後の。やっぱでも体は楽だよ。メリットしかないよね、うん、デメリットなんてないのよ。デメリットはない、本当に、うん、本当に、うん、やっぱり痩せることっていうのはおすすめだよね、うん、どういうことした。食事制限は正直そこまでやんなかったです。どういうもの食べてたの。普段もうめちゃくちゃな食生活、ラーメンとかさ、牛丼とか、うん、ハンバーガーとかそんなもんばっか食ってましたけど、さすがにそれはちょっと控えて、米抜くとかっていうのはもうほとんどしてなかったです。家で自分が買ってきたチキンステーキ1枚焼いて、でご飯と一緒に食べるとか。食事制限っていうよりも食生活改善。そうだね、っていう形だね。波の人に戻したぐらい。なるほどね。105キロっていうことは、うん、食生活が異常ですか。いや、そうだよね。牛丼食べて、うん、家帰ってペヤング食べて、うん、アイス食べてみたいな。みたいな。そういうのはやめたってこと。全くそう。それはさすがにやっちゃダメ。完食は。完食はしない、もちろん。お菓子も食べない、ジュースも飲まない、うん、僕はだからどちらかというと運動メインで。どういう運動してきたの。もともと僕サッカーやってたんで、うん、フットサルをもう週 4,5 回、多い時は週 4,5 回やってたんだけど。それは何、友達同士でやるってこと。これがまあフットサルってやっぱ5対5のスポーツなんで、うん、10人集めるの大変なんで、個人フットサルっていうのに。え、はい、通称コサルフリーマージャンみたいなこと。そうです、その通り。フリーで一人で行ってチーム作ってやるってこと。そうです。もう施設とかで月曜日朝10時から12時まで2時間1000円でやりますって言って、それにエントリーして行く。そんな世界あんの。ありますよ。それを僕はずっとやってました。走るのもそんな嫌いじゃないですけど、やっぱり楽しくはないじゃん。まあそうよね、筋トレしたり走ったりっていうね、うん、ストイックな。そう、うん、楽しくはないの、絶対きついから、うんうん、でも好きなサッカーだったら、うん、どんだけ辛くてもできます、うん、新しいんじゃない。筋トレとか苦手な人、うん、走ったりするの苦手な人は個人フットサルが一緒ってことでしょそうです。
でも巨漢でサッカーもそんなできないです。ああ、見るのは好きです。さあ安心してください、うん、僕がよく行ってるグループのお猿があるんですけど、カルチョっていうグループがあるんだけど、うん、主催してるね、うん、そこはエンジョイとガチっていうカテゴリー分けされてて、初心者の人とか女性の方もめっちゃいますよ。ああ、そのエンジョイはじゃあもう初心者の楽しみましょうのエンジョイ、うん、そう楽しみましょう、うん、だからこっちは接触プレー絶対なし、シュートも膝下のみみたいな、顔面とかに当たったら危ないから膝下でって、ね、でもそれさ、エンジョイでやっててさ、うん、もうドフリーよ、うん、フリーでシュート打って入んなかったら、うん、みたいなのはあるんですよ。そこはチームとかで、ああいや一応カルチョのルールでは、過度なコーチングは禁止。ああじゃあそのドンマイドンマイってなる、ドンマイドンマイで点取ったらみんなでハイタッチ。おーおー、今のご時世だとエアハイタッチ。どうやるのどうやるの。シュート打って、シュート打って、シュート打って、打ちましたゴレー。それをやんないと点数認められません。あ、そうなの。カルチョはみんなで楽しくっていうのがモットーなんで。なるほどね、素人でも、はい、あ、楽しく遊べるよ。全然いい、はい、女性もいるから、うん、出会いとかもある。そうなの。僕はないですけど、ガチ、僕はガチで言ってるんで。俺は今事実も嘘ついてやってんのよ。その我々経験談の事実で、はいはいはい、想像ってこと。そう、僕はないよ。僕はガチ出会い求めに行ってないもん。ちなみに、はい、そうそう、スタミナさんが、はいはい、お猿してる時私も行きたいみたいな人いたら、はい、DM したらいいですか。それはありだけど、僕は別にガチの方に参加してるんで、別にそんなになんか喋ったりとかできないです。スタミナさん、はい、に問い合わせはありかどうかだけ聞かないと。今その何、いや来ないだろ。カルチョのカルチョのことを言ってるけど、実際スタミナさんがいるんだったら私も行きたいなみたいな。いやいや、それはでもちょっと恥ずかしいね、うん、一応その問い合わせありかないから。ありです。ありありです。でも DM での問い合わせはあり。いや来ないって。いや逆に何も言わないで問い合わせしてきて、うん、問い合わせ来たよっていうのも嫌じゃん。あし、しかとすんのも嫌じゃん。あ、別にでもありですけど、していただけるのであれば。カルチョの方ではないもんね。そうそうそう。でもやっぱ小猿を広めたいっていうのはあるから、一緒に試合したりとか、うん、めちゃくちゃ話したりとかそんなにできないかもしれない、プレー中は、うん、けど、問い合わせは可能ってスタミナに。何の確認なの。詳しいこととか聞きたい場合さ。自分結構ガチなんですけど、うん、ガチ勢なんですけど、スタミナさんとフットサルしたいです、あ次いつですかっていうのもあり。それは俺めっちゃ嬉しい。あ、逆に、うん、高校の僕友達のチームがあるんですよ、うん、そこが今ちょっと人材難になってきてるから。YouTube でチーム広げようとしてる。すごい、スカウトしたい。上手かったら。なるほどね。いい選手だったらスカウトして。あ、じゃあサッカーとかフットサルが経験者の方は、うん、スタミナの高校時代からのチームにも入れる可能性がある。ヤオハンだよね。ヤオハンで、チームヤオハンに入れますよ。その問い合わせもありってことね。そう、その自分と一緒にフットサル行って、うん、上手かったらスカウトしてくださいっていうのもあり。実際僕スカウトしたりしますからね。小サルで。小サルで。知らない人を。知らない人を教えてください、 LINE って。なるほどね。めっちゃいい選手だったらもう声かけちゃう。じゃあもう本当に、うん、もう何でもとりあえずじゃあスタミナに小猿のことは聞いてください。ダイエット目的で来てる人もめちゃくちゃ多い。太ってるおじさんとか、はいはいはい、女性でもガチの人もいるってこと。もちろんめちゃくちゃいい選手スカウトしたい。スカウトしたい。実はミックスの大会も出るから。男女ミックスの大会にも出れるから。私、うん、高校の頃日本代表ユースとか入ってたんですよ。ヤングなでしこじゃん。高校卒業前ぐらいに故障しちゃってもうサッカーの意味諦めたんですけど、うん、それでも参加してもいいですか。いやもうそんな選手いたらもうめっちゃ欲しいですよ。どっちにする。ヤオハンに。ヤオハンに。結果ヤオハンに入れないってそうですね。え、一回いくらだっけ。一回1500円。はい。週5週、まあ平均で言うと3、4ぐらいなのかな。半年平均して。半年。じゃあ平均4で1500円でしょ。1週間で6000円か。1ヶ月。1ヶ月2万4000円で、半年で12万か。誰がやんだよ。やんだよ。
誰がやんだよ。いやいや、なんで半年で12万かかってやってる。パーソナルジムですよ。パーソナルジムにライズアップとか水泳プールとか全部ついたジムで1万ぐらいであんだよ、月使い放題で。いやでもこれがすごいのが、10時から12時の回行くでしょ、うんうん、でそしたら12時から14時の回とかもあるのよ、うん、その回が人がいなかったらその後よかったらどうですかってタダでできるの。なるほどね、うん、実質じゃあ本当だったら2500円で2時間なのが、うん、4時間1500円でできるってこと。そうで僕それ最大4セット8時間1500円やったことある。誰がやんだってだなあ、いやいや、8時間もサッカーやんだよ。やってもらいます。ああ、はい、ウイレじゃねえんだよ。そうだから、ゲームじゃねえんだよ。8時間ってそうですね。だから、もうそんぐらい暇じゃん。8時間って何時何時だよ。やばいよ、俺そんな人あんまりない。平日の朝10時から18時までか、うん、6時まででしょ。バイト変わってるから。バイトのやつ変わるからそれ。俺だけじゃなくて、もう平均4セットやるやつがいるの。本当に俺はダイエット目的だからね。目的があるから追い込むけど、1日やろうって決めてね、うん、50代ぐらいのおばさんとかがエンジョイ、それエンジョイで4セットやったりすんの。婚活それでどうなの、どんどん痩せてったの。本当に痩せてきましたよ、やっぱ、うん、1日で 2,3 キロ落ちる時とかあるから。それはもうじゃあ運動して有酸素運動だよね、メインは。そうこう体ひねるじゃん、シュートの時とか、うんうん、あれで結構ここいいと思うよ。あ、そうなの、うん、でも全身使うからね、腕とかもやっぱ結構使うから。そうだよね、うん、運動的にはすごいいいんじゃない。運動的には絶対だって、サッカー選手で太ってる人いないでしょ、うん、実際本格的にめちゃめちゃダイエット知識溜め込んで運動もして緻密に計算してやりますってじゃなくて、うん、エンジョイだよね。エンジョイで、そうだね、とにかくストレスがない、なるべくストレスを自分の好きなことで運動して痩せれるっていう方法を選んで、いやこれ素晴らしいよ。でもやっぱストレスっていうのがね、うん、でかいもんね。そこまでちゃんとやって、うん、食事もしてたらそれはでもある程度落ちてくるからね。そう、うん、半年で個人フットサルの、うん、じゃ成績だけ、はい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 、あまとめてきたんで、いいなんでだ、これだけ発表させてよ。105キロ、全部メモってたんだから。あ、105キロから個人フットサル始めて、うん、半年間、約8月までの半年間で23、4キロ落ちて、うん、成績がどうなったかっていう、成績っていうか、あの通算、350試合だ。めちゃくちゃ試合してんじゃん。350試合僕やりました。半年でで、228得点。え、これすごくない？123アシスト。などうやって全部つけてるしさ、得点にめちゃくちゃ絡んでるの。1試合1点は絡んでる。はい。これは、ね、有力な選手だ、はい、結構。すいません。でも実際そんだけずっとやってたじゃん、うん、で体重も落ちてきてキレも上がってるわけですよ。どんどん上がってくんの。キレと技術は上がって上がってきてた、うん、行き始めた頃、うん、2月とかに行って、うん、8月ぐらいに2月の頃の俺を見た人と会ったの、うん、半年後の俺に会ったの。20キロ減のスタミナに会った人がいるの。めっちゃ痩せますじゃないみたいな言われたことある。それはもう、うん、点取っちゃうんじゃないその日は。オファー来る選手になりたいんだけどね。維持はしたいから。まあそうだよね。言っても、うんうん、また100キロとか絶対嫌だから。もうこの年で100キロいったらもう終わり。終わりですよ。スタミナは本当に運動メインで痩せましたっていう、はい。そうですね。でもいきなり急激に痩せろとかじゃなくて、その運動趣味にして痩せるっていう形にしてるから、ね、長続きするよね。長続きする。別に今回は半年でさ週3週4週5でやってくる状態だったけど、それこそ週1週2でもいいわけだから、うん、僕が言いたいのはまず食生活改善、好きな運動を見つけてほしいっていう。トライアスロンとかでもいい。トライアスロンはめっちゃ痩せるけど、
一番いいと思う。スタミナさんが言ってくれたおかげでトライアスロン目覚めましたみたいな。めっちゃ痩せます。一番痩せると思う。好きなスポーツ見つけてほしいのと、できればフットサル、コサル、でもスタミナがちょっとフットサルしてる姿は見てみたいけどね。こんなゴールしてんのか本当にとかね。そうだね。おいおい、うん、そういう動画も。いやでもすごい、ね、素晴らしい。なるべく、ストレスのないダイエットをおすすめしたいと思います。はい、頑張ってください。一緒に頑張りましょう。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバイ。本当によろしくね。